日高川入相桜はもともとは人形浄瑠璃の演目です。玉三郎さんが人形となって清姫を演じます。清姫は愛する安珍を追いかけ川のほとりにたどり着きます。逃げる安珍に言い含められた船頭は船に乗せてくれません。清姫の執念が燃え上がります。思い切られぬ安珍様、なえぐ